皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。12月16日放送のラジオ、ストーンズのオールナイト日本サタデースペシャル、日本放送、にストーンズの田中いつきと松村北斗が登場。松村が、キングヌースラッシュミレニアムパレードの冷た大樹とギターを買いに行ったことを明かした。今年1から4月にかけて全国8カ所を回るアリーナツアー。 完成の法則を行いその集大成として東京ドームで追加公演完成の法則インドームを行ったストーンズ4月23日の最終公演にはフィフスシングル「マスカラ2021年」を提供した常田がギターを持ってサプライズ登場し同曲やキングヌーの「ビニル」17年ストーンズの「ニューイーラー」 20年おコラボパフォーマンス会場を大いに沸かせた今回のラジオで実はその時あったエピソードですぐラジオでも話したかったんだけどちゃんと完結してから話してくださいって番組スタッフに止められててと切り出した松村出演した音楽映画キリエの歌10月13日 の撮影でギターを練習したこともあり、これを機に趣味にしたいと考え、映画撮影の際にスタッフから渡された練習用のギターは借りたまま手元にあるものの、マイギターを買おうと思い至ったそう。そこで、もともと一人でライブに参戦するほど、キングヌーの大ファンである松村は、憧れのミュージシャンである常田さんにおすすめのギターを聴き、それを買おうと、 ドーム公演当日、ケータリング部屋にいた常田に、すいません、と声をかけて事情を説明。すると、常田から、俺もちょうどさ、新しいニター欲しいから、一緒に行こうよ、と提案されたため、いいんですか。と驚きつつ即答したとか、さらに、その場で常田から、じゃあ、いつ開いてんの。俺、来週早速開いてるよ。 と言われ、連絡先を交換して翌週ギターショップに行くことになったという。そして、約束した日の前日、明日、よろしくお願いします、とメールを送ったところ、常だから、明日、俺、車で迎えに行くからさ、住所教えてよ、と言われ、松村は、マジで来てくれるの。と驚きつつも、待機、と思わず大興奮。 オープンカー、車体低めもかっこいいな、と妄想を繰り広げ、何気抵抗かしら、をワクワクしながら、いよいよ、ギター欲しい、っていうか、会いたい、に変わった、と、すっかりデート前のような気分で舞い上がっていたという。しかし、その数時間後、松村の体調が悪化したため断らざるを得ない状況に、急なドタキャンにも常田は、 全然いいよ。逆に大丈夫、と心配してくれたそうだ。それが今年の4月後半から5月ぐらいの話だったといい、松村はその後も何度か常田に連絡したものの、なかなか二人の予定が合わず、初にギターを買いに行けなかったと説明した。そんな中、ある日、つねだのインスタグラムに、新しいアコースティックギターを買ったストーリーズ。 24時間限定公開がアップされ、松村は、私とギター買うって言ったじゃない。もう俺、捨てられちゃった、とショックを受けたとか、ストーリーズの画面の下には小さく、北斗御免と書かれているのも発見し、完全に終わった。とが然としたそうだが、諦めきれなかった松村は、お忙しいのは分かってるんですけど、 最近のスケジュールどうですかと、再度連絡してみたそうだ。すると、常だから最近海外に行って、LA のギターショップで北斗のことを思い出したわ。来週空いてるけど、どうと再びお誘いを受け、松村は常だとギターショップで待ち合わせすることに。その日は気合を入れて服を選び、 常田だのテイストに合わせたファッションに身を包んで店に向かうと、ギターの音が店の外まで聞こえてきたとか、大気の音じゃない、と期待を高めつついざ店に入ると、水色でオシャレでセクシーなギター、を手にした常田だから、北斗。これどうかっこいい、と聞かれたといい、松村が、めちゃくちゃかっこいいです。と答えると、常田だは、 じゃあ練習してくれよな、と言いつつ、そのギターをプレゼントしてくれたそうだ。田中は、やばくない、俺のギターで常田さんは F、コード、とか弾いてるのよ。と高ぶる松村に笑いながらも、うわぁ、それ興奮やばいね。と同調していたのだった。このエピソードに、ネット上からは、北斗が常田さんとギター会に行ったとか胸熱すぎる。 北斗くん常田さんにぎ